はい、どうもお疲れ様です。初心者が書道師範を目指し、2019年より独学通信で書道日本習字を練習中。今回はですね、日本習字の中字やっちゃいますかということで、早速ですねやっていましたので、そちらの方の練習風景ですかね、見ていただきたいと思います。さあ、というわけで始まりました11月号の中字。以前もね、ちょびーっとやろうかなと思って書いたことがあったんですが、本格的にね、やろうと思って、重い腰を上げたのはね、ようやく今回が初めてということになりました、この中字。まあ、そもそもね、なんやねんと、この中字。よくわかんないんだけど、細い、小筆あるよね。小筆と、普通の太字、いつも書いてる、あれの中間とまではいかないけど、まあ結構細いですよ、筆は。うん、こんな感じうまく説明で何なんだろうね、まあ、でも小筆に近いんじゃないかな、サイズ的には。と思って書くと、意外とこのマス目がね大きいんですよ。こう見るとちっちゃいけど結構でかいですよ、うん、いつもね、いわゆる半紙にさ4文字とか5文字とか書くじゃないですか、まあ、それからすればやっぱそれは小さいですよ、マス。でもにしてもでかいですよ。どっちやねんって話なんですけど意外とでかいっていうのがなんか感想かな、素直な。で、まああんまりね使い慣れないこの、まあ、小筆というか、まあ、この細い中字筆ですかね、なんですけど、僕はこの青山、どこの筆かよくわからないんですけど、まあ、ちょっとこれが一番ね、まあ、近いということで、まあ、こちらを使って書いてます。で、その後ですね、日本習字の中字漢方かな、こちらの筆もね、早々に手に入れまして、まあ、そちらでもね書けるような体制をとっております。で、まずこの謹賀新年ということなんですけれども、いや本当にね、これいろいろと使えそうなあれですよね、この字ですよね。もうこれから年賀状シーズンですか、まあ、書きますよね、そりゃ4年もやってればね。これ書いちゃう？これびっくりするでしょ、いきなりこのね、このなんだろう、手書きで来たらさ、じゃない、こんなに上手くなってんのかいと。まあ、そもそもね、僕この結婚式の時の書く、ほら字書くじゃない、自分の受付で、あれが下手で頭きたつって始めたのがきっかけなんで、もうここで謹賀新年この100枚ぐらい送りつけてやろうかな、その友達にねなんて、まあいいんですよ。なんか違うぞ、ここ違うよ、書き順おかしい、おかしい。これね、まあこれ3行目がね草書ですかね、一番この右側が楷書、行書、草書、隷書っていう感じに課題があるんですね。これ全部謹賀新年の字なんですけれども、このね、まあ、草書に関しては、あまり僕、課題も練習してないので、ちょっとね、書き順で、面食らったとこありましたけど、これはね、冷静に、あれですよ、気脈を意識すれば分かることですよね。だからちょっと今、甘かったです。うん。で、最後の隷書、これもほとんど僕、やったことないんでね、実際に。逆筆ってやつですよね。ウィンウィンってこう、戻して書いて、戻して書いてみたいな。これでいいのかいって話なんですけど、まあ、こちらの方はね、まあ、要練習ということで、ひとまずね、まあ、一発目なんで、段持ちなんで、いいでしょうということで書いていますけれども、なかなかね、思ったより面白いかなと。やっぱりちょっとこう、地味というか、こう見るとひどいね、これ。ま、一発目なんで、段持ちなんで。で、一番こう感じたのは、中心が取りにくいっていうところかな。これはもう、まあ、慣れっていうところもあると思うんですけれども、真ん中にね、やっぱりきちんとお手本にね、この線まず引かなきゃダメだなということで、これ書いた後ね、それ気づきまして、早速こんな感じで書きましたけれども、まあ、出来上がりこんな感じですかね。まあ、ひどいですよ。わかってます。はい。これでもね、かっこよく書けたらね、かなりいいですよ。で、基本的に、いつも書いてる課題と考え方は同じなんですよね。筆が、大きいかちっちゃいかって話であって、まあ、この、筆の進入角度とか、右上がりとかさ、そういうのは基本的にも同じなので、まあ、縮小した、しつつ、まあ、この、細い、まあ、細いというか、中字独特の、なんかこうね、あるじゃないですか。細いところとかさ、まあ、その辺をちゃんと掴んでいけば、まあ、これはいけるんじゃないかなとも思いました。まあ、一発目こんな感じで、
まあ、こちらの方で普段の毎月の練習の動画はあんまり今後出さないとも言ったんですけども、まあ、今回はね特別にこの中字始めたばっかりで始めますということで動画を出してみました。これはね、ちょっとまた何かの形で30日後にどうなったかっていう、まあ、結果の報告をしてみようかなとも思ってます。というのは、まあ、初めての試みなんで一番こう変化が出やすいところかなというふうに思ってます。でまあこうなったら、まあこの中字の課題をこの11月号の提出課題として出してやろうかなというふうにも思ってます。まあ、いつも先日のライブ配信でもお話ししたんですけれども、だいたい会所とか業所課題が多いので、まあ、今回に限ってはこの中字とあとは、まあ、臨書っていうちょっとね普段と違うような感じで出してもいいかななんて思ってます。はい、といったところでしょうか。はい、というわけで今回は日本習字11月号の中字課題、まあ、ここからですね中字始めますということでちょっと一発目練習をしていました。まあひどいですよひどいんですけれども、いやまあ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 いろいろやっぱり新しいことを始めるにはねやっぱり力がいりますし、またモチベーションも上がるし、またねいいこうきっかけができたかなと思います。モチベーション上げるね、なかなかこの課題もですね普段やってる課題やってない課題っていうのがだんだんこうバランスなんだろうな、こうおかしくなってくると思うんですよ。こっちばっかりやってるとか業種ばっかりやってるとか、だからたまにこうね普段やらないような課題をやってみるっていうのも刺激になって、うん、いいかなと思いました。で12月号はいよいよまた教書課題がやってきますので、まあこれでねちょっとこう助走をつけて弾みをつけてそちらの方も頑張って今回もねしっかりベストな作品を出せるように頑張っていきたいと思います。はい、というわけでもしこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、アドバイス、コメント、チャンネル登録の方をぜひぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではお疲れ様でした。